はい、今日はレガシーの動画なんですけれども、先週新年の挨拶の中でレガシーが当て逃げされてしまいましたということをですね、お話ししたんですけれども、ちょうど先日ですね、レガシーが修理の方から帰ってきました。で、早速ちょっと修理したところのビフォーアフターを見てみようかなと思います。一応ここですね、ここにこうザッとこうちょっと長いへこみがあるんですけど、これです。で、まあ最初2本ここに傷が入ってたんですけど、一応自分でこれは取りました。へこみだけが残ってるような感じです。え、まあちょうどこの辺ですかね、長いへこみがあったんですけれども、綺麗になりました。はい、ということで、全く分からなくなりましたね。すごく綺麗に仕上がっていると思います。で、今回かかった金額早速見ていこうと思うんですけれども、デントリペアでの修理ですね、外側からこう引っ張り出すような感じの修理になったんですけれども、その費用、デントリペア修理ですね、22,680 円ということで、まあそんなに思ってたほど高くはなかったかなっていう感じです。まあ最初に何点かちょっと不安なところがあるっていうことをお話しされて、まあ、仕上がった時に蜘蛛の巣状のような跡が残る可能性もありますっていうことを言われてたんですけれども、まあ、全くそういうことなくね、非常に綺麗に仕上がって、まあ、とても満足してます。まあ本当に元の状態に戻ったっていうだけなんですけども、ただ非常に綺麗に仕上がったことは、とても嬉しく思いますね。で、まあ今日はせっかくなんで少しだけドライブしてみようかなと思うんですけれども、現在いるところは、仙台新港ですね、三井アウトレットパークのところにいるんですけど、ここからちょっと行ったところに紅葉海浜公園っていうところがありますので、ちょっとそこまで、まあ結構近いんですけどね、行ってみようかなと思います。まあ、最近あんまりレガシーのドライブの動画撮ってなかったので、今日は久しぶりに撮ってみようかなと思います。よくない？今日は平日なんであんまりアウトレット混んでないですね。休みの日になったらもうそこの産業道路なんですけども、ずっと渋滞しますので、今日はガラガラです。
んですよね。いつできたかちょっと分かんないんですけど、結構最近できた道路だと思うんですけど、かなり近くなりましたね。前はこうずっとぐるっと回ってこなきゃなかったんですけど、行けたんですけどね、震災後はちょっと立ち入り禁止になってしまいましたね。よくこの先に車で入ってって釣りとかしに行ったとよく行ったんですけど、今はちょっと関係者だけしか行けないような、入れなくなっちゃいましたね。まあ、サーフィンスポットですよね、ここは。いますね、サーフィン。真冬なんですけどね、やっぱり好きな人は関係ないですからね。はい、ということで、まあ、あっという間でしたけど、少しだけドライブしてみました。まあ、また次回も動画アップしていこうと思うんですけれども、最近ちょっと N1 の動画があんま撮ってないので、N1 でドライブするところとか撮ってみようかなと思います。それでは今日はこの辺で失礼します。